お疲れちゃんです。アットです。今日はですね、こちら超かけて 2.1 ランブルやっていきたいと思います。というわけで、1コス4枚の、ランバルですね。で、めちゃくちゃ回転速くて、まあ、バルーンと言ったら、まあ、ランバーか、まあ、あとディガーだと思うんですけど、まあ、ディガーだと守れないなと思ったので、まあ、ディガーではなくてランバーにしてね、もう高回転で、もう無限ですね。だから守れないデッキも多いと思うんですよ。そのゴレとかエリゼとか、もうそういうのも守りません。守らずキング行ってブッパで勝ちます。いきます。さあ、というわけで、もうほんと守れないデッキ多分多いので、もう無限攻めていきたいですね。もうな、攻めて、もう攻めることによって、相手のユニットをね、なんか1コスとか、まあコウモリとかで簡単に防衛したいですね。さあ、というわけで、ゴリゴリ行きたいと思います。どうしようかな。もう序盤行ってもいいみたいなのがあるよね、正直。コウモリ欲しいな。やっぱランバルの後ろに、コウモリ添えるだけで、コウモリ全然来やない。間のラムとかやっぱ無効化できますし、おお、これ美味しいね。エリキ届きました。これもう一枚ぐらい対空咲いてくれたらさ、もうバルーンパーンと終わるよ。さあ、コウモリ出して、エリキ今いないですからね。で、これランバル行くだけで、おー、まあまあまあ。ヒースピ添えて、まあ、これがでも強いのがね、バルーンが、僕チンパンってよく言うんですよ。マジ、バルーンって、まあ難しいと思う方もそれはいると思うし、まあ、人それぞれだと思うんですけど、チンパンなんですよ。だって相手が対空カードまず持ってなかったらその時点でバルーン入りますし、持ってても雪玉打てば入るし、持ってても手札サイクルで無理やり入るし、一発でかすぎるし、おかしいんですよね。そう、バルーンはクララで壊れてると思います。マジで強いんですよ。だからもうぶん投げるだけなんですよね。で、今回相手ダグネットエレキでしょ。もうその時点で対空少ないじゃないですか。いやー、これ逆サイは結構危ない気がしたけど、ボーラーまで咲いたってことは言ってもいい。で、何が来るか知んないけど。よいしょ。で、コウモリだけでね、簡単に防衛できるでしょ。まあ、ザップ来たら逆にスケだけで防衛できるんですよ。ヤナメか。ヤナメおいで。ヤナメおいで。ヤナメ。来た。そしたらこのスケでもう守れます。このジャイ。で、逆サインは、まあ、SP ぐらい。雪ぐらい打っとくか。痛いんでね。そう、もうこれだけで勝ちですから。相手の対空がダグネットエレキだけっていう。さあ、神相性なのか。ボール相手スケラもいそうだな。これ多分あれだな、キングおるの大事かもしんないですね。まあケツダグネから入ってくるでしょ、あなたどうせ。はい、もう俺は一本一旦折らせていただいて、相手は逆に一本いらねえよっていう感じだと思うんですよ。あー、エレキ強い。ちょっと待って、エレキはやばい。エレキだけやめてほしいな。あなたはこのコウモリもちょっとめんどくさいので、なんかええ感じに、ただランバーをヒースピで回復させてあげながら、まあ、ここは最後は残んなくてもいいですね。残んなくても、俺一本折ってるんで、キングおられないのが大事なんで、もうちょっとだけプレッシャー与えてね。もう一枚までいっちゃおう。もう一枚いっちゃおう。もう行き過ぎやろっていうぐらいいっちゃおう、なんなら。それがね、ちょうどいいみたいなとこある。おう。しかも、雪玉まで打って、で、雪打ったことによって大ピンチ。大ピンチ。あ、でも待って、はい、大体これよ、これなのよ。これはマジで結構俺なんですけど、多分ね、この攻めがめっちゃ重要になってくる気がしますね。この後他のゴレとかエリジャイとかラバとか何でも引いた時に、もうこれができるかできないかで勝てるか勝てないかが変わってきそうな気がします。まあどうなんだろうね。なんか最後のとかもぶっちゃけ真正面からランバーコウモリと、なんか LSP とかもやっぱスケラの件に強いので、ぶっちゃけ全防衛でも悪くはなかったとは思うけど、まあどうなんだ、まあ勝ったからいいやっていうわけで、さあもう予選いきましょう。で、相手も高回転か、もう俺の回転についてこれるならどうぞっていう話ですよ。あー、圧着い、え、おいしい。しかもこれ雪がね、圧着いメタなんですよ。結構これやばくない、雪玉で圧着いされたってことは、あなたさ、対空いないっすよ、マジで。LSP? これなんだろうね。デリバリーとか。あ、ファイブか。まあ、でも。あ、ヒースピか。いや、結構いいヒースピ。いやー、めっちゃいい LSP。これは相手の LSP がうまい。あ、クロスやないかい。あー、クロスですね。ファイブだったんで。うわー、クロスか。クロスめんどくさいっすね。まあ、圧着いてすら、ファイブ。まあ、体育3枚か。で、ちまちまこのスピリットで削りながら LSP もいるんで、僕のコウモリ意外といけないですね。で、相手のクロスはもう回転ランバルで落としたいですね。圧着ここ抑えてくれたらガチ熱いんだけどな。
そう簡単に相手も裂いてくれないっすよね。アチャクリだってガチだよ。そう簡単に裂いてくれないっすよね。どこ行った俺。めっちゃ簡単に裂いてくれたんだけど。なんなんこれテスは、あ、終わったっすね。で、これもう試験雪玉で透明してもらって、時間稼いで、いや、マジで、圧着に対して雪玉がガチメタなんですよ。まあ、今、テスラ連れてたとしても、結局、ヒースピ火薬で、一発か何なら二発ぐらい、ぶち込んでた説もあるんで、その圧着にクロス、なんで相手圧着に裂いたんだ、これ。すごい謎なんですけど、まあ、そういうこともあるよね。っていうので、あとはもう、これ全部ランバルポーンしとけば大丈夫ですね。ランバルポーンして、ヒースピポーンして、気づけば相手のクロスはね通りません。陸芸怖かったら出していけばね。でも意外とね、この雪玉がね圧着に刺さるもんなんですよね。一発の、おい。さあまあ次クロス来たらクロスの受けは相手出さずに強ですねこれ。もう受けれないんで、受けれないのに受けるのはもったいないんでね。でここでさあランバルポンですね。そしたら両方ユニットも残ってて、ええ感じにカウンターがね。なってくれるといいんですけど、なってくれるといいんですけど、相手の受けもうまいですね。残ってほしいな。で、もう一回ランバルか。あ、これやばい。ファイボー、ファイボー？ファイボー打たなきゃいけないと。思ったよりもクロスが刺さっちゃったんで、ちょっとだけ嫌ですけど、まあ、この辺にコウモリとかも揃いながら、ああ、いいですね。いいっすね。相手ファイボー相手、棒に打たないといけないんで、一発入ります。さあ、こうなってくると、あとはもう一回、ランバルポーン行くだけじゃないですか。で、圧着とかも来るかもしんないですけど。よいしょ。さあ、コウモリ。いや、ファイブ打ちたいね。いやー、もう、バルンのバカだけでも入れば。いや、もう、マジでチーパー。いや、やばくないですか？これでバカが、300、わかんない。18か。で、雪玉77ね。77です。ナイスさあ、というわけで、マジで、まあ、圧着普通にバルーンに強いじゃないですか。やっぱバルーン使ってて圧着嫌だし、圧着使ってて、まあバルーン別にそんな痛くないんですけど、まあ回転のご両親と雪玉のノックバックとかで気合でなんとかいきます。まあもうほんと回転が早いので、まあ一周目が無理でも、じゃあ二周目無理やり始め、で二周目が通んなくても、あ、じゃあ三周目いっちゃうよっていうぐらいで、三周目無理だったらちょっと考えた方がいいかもしれないですね。ぐらいの感覚で、マジ8周目に審判しておけば、ある程度は勝てそうだと思います。さあ逆引きましたね。これがソラだったらもう逆サイランバルポーンで勝ってます。一旦ね、相手が陸なんで、よいしょ、対空まだ手札持ってるんでね、いやーんでなるじゃん。おい、マザニク一旦飛ばすか。これメガゴかなんか来そうだな。雪だけ打ってさ、ちょっと嫌がらせしちゃおう。あ、やべえそれ。これで一発入ってるからね。で、これトリトン来ますね。あ、トリトンじゃねえやつ来た。いや、まあまあまあ、これは、一発俺もらってるんで、シャーなしからの、あとこのコウモリも、多分あのダックピリをね、結構溶かしてくれるんじゃないかな。レスピサイトって。ここでダックピリ溶かせたら結構美味しいし、なんならタワーにダメージ入れちゃうタイプだなと。さあ、ロイジャイですね。うわ、ロイかー。マサネクマサネクが嫌なんですよ。あ、どうマサネクはね、いやーマジで縄文ぐらいの人来たな。古すぎるわさすがに。でももうそんなん知らんがなって話なんですよ。考えたら負け、クラロワは。さあ、でこのヒースピが、あー悪さできないか。まあでもここでね、相手も吸骨使ってるんで、まあまあまあ別に悪いわけじゃない。なんなら次相手が対空マサネクしかないんで、僕が無理やり今ねカード回してラブルポーンいけば、ぶっ刺さりゲーミングで、分かってる相手だとここで攻めてきますね。あ、無理やり2周目攻めさせないように。ああ、そうっすね。で、トリトン来んのか分かんないけど。さあ、これはでもさ、やってない？相手さん。あのマザニクだけ散ったらさ、さよならピーポじゃない？おお、いいよな、いいよね、いいよ。ぶっ刺さりピーポだよね。おお、いいよ、でかい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 。さ、相手、LSP を裂いたら、俺のコウモリ、どうにもできないんですよ。だから、LSP 裂いたらダメなんですよ、俺の相手。なんですけど、さっきからめっちゃ LSP 端まで使ってくれるんですよね。そうそう。いや、これ、メガゴさ、タゲ取れたら熱くね。お、え、俺、めっちゃ天才じゃない今の。え、ガチ天才、好きした。なんかをタゲ取ろうとしたらさ、たまたま違うやつタゲ取った。LSP のタゲを取ったんだ。マジか。
マジかマジかだ。で、これはちょっと2-1 でも勝ちなんで、無理に、守らないっていうか、事故だけ防ぎます。いや、2-1 でも勝ちとか言ったけどさ、2-1、守れねえな、これ。待って、やべ。うわ、待って、やべ。うわ、待って、やべ。やばい、やばい、やばい。うわ、最悪だ。俺のゴッツプランおる。うわぁ、痛ぇ。待てよ。これはね、まさにクゲーされると終わるんですけど、もう一回我慢っす、ね。あと、LSP っすね。相手の LSP どうしようかな。これに来るっしょ。おい。いや、全部に感電するんじゃないよ。いや、残るな。やっぱコウモリ大事なんだよな。5周目ぐらいのコウモリ欲しい。5周目ぐらいのコウモリ欲しい。いや、これ飛ばしとく。からのライトか。うわぁ、ライト行ってーけど、一発、お、でけ。マジでけ。さあ、ダメージ追いついた。なんなら追い上げてきてる。この2倍タイムぐらい。いや、なんか、タワーないやつ、芝。サルチ対決で。あ、これランバーさんってのやってます、僕。ガチでバカっす。マジでどう守んだって話じゃん。そんなもん、気合だよ。2周目で守ればいいっていう話。あ、これ、形でなんか、負ける未来が逆に見えない。雪玉打って、ターンでコウモリがぶっ刺さり、うぅ、え本当にこれ勝てる？なんか、刺さるときはめっちゃ相性いいんじゃねえとか思うんですけど、間違いなくきついっすね。マサネクが無理っすね。あと、LSP がやばいっすね。LSP がスケダだったら多分神相性なんですけど、LSP やばいっす。いや、でもいいっすね。なんかやっぱランバルコウモリぐらいの、やっぱ、破壊力あると、なんか、絶対守れないような相手にも、こっちが逆にサンクラ折って勝つとかができるんで、なんかそれがいいですね、やっぱ。あれはこう、やっぱ攻めてきたところを、ワンチャンなんか掴みやすいですよね。レイジ乗ってコウモリチュンチュンで。そこも相手、3コス捨てたんですよ、あんた。じゃあ俺も、行かしていただくわ、っちゅう。まあ、ユキだけ撃って、お、相手のハンター、無能、DK。もう一発入るんじゃない？ああ、やりが来たら、しゃあないっすよね。いや、これなんか俺のこの1コスのセンスが問われる。おお。いや、これやばいな。いや、そうなんですよね。あと、クエイクも打たれそう。いや、クエイク打ってこないか。一旦反省タイムね。いや、でも、豚やば。ちょっと待って。おー、豚入りすぎやろ。で、なんでやりこぶりいるんだよっていう、なんか昔のやつっすね。まあ、クエイクデリバリーがテンプレだったやつだと思うんで、まあ、またオリハンターで守ってくると思うんですけど、ぶっちゃけランバル雪玉すると、確定ぐらいでダメージ入ります。はい。確定ぐらいでダメージ入るんで、まあ、それをいつやるのかって話なんですね。今やるのか、最後まで取っとくのかっていう話なんですよ。そしたら、また LSP 出すね。LSP やだな。一回こう守りてえな。攻めてこねえかな。攻めてきたらもうカウンター、おーおーおーしおし。これだってランバレも乱行か。守って、行ってこーい。で、まあデリと、なんか来るんでしょう。ヒスで回復してあげて、まあハンター来るでしょ。来ない。じゃあ、知らん。でも、コストがなかったらしいですね。思った以上にコストがなかったんですね。やばい、これ、なんなら無視して、左行った方がいいっすね、僕。うん、そうですね。これはもう守れないんで、ここで変に守るんじゃなくて、相手のやっぱ体感ないので、ここは。無理してでも一本折り行った方がいいっすね。いや、そうですね。で、ここで、まあ、1-1にするんですよ。OK。いや、いい1-1交換ですね。これはナイス判断。さあ、あとは、まだランバル飛ばすだけじゃないこれ。ぶっちゃけ。まだコウモリ無双だから。無限コウモリ説もある。ぶっちゃけ。これさ、ハンターされたからランバルポーンダメかな。これ多分やると負け筋っすね、僕。分かっているもののやりたくなっちゃう。
あとは気合で一旦耐えてランボ回復してあげて、いやマジで多分右サイドおとなしくランブルコンブルすればいいと思うんですよ俺。うん、もう一周来そうっす。エレスピだけ止めたい。ここコウモリ強いよ、マジでコウモリ強いんだよな。あーそれうまい。うわマジか、狙ってたわけではないと思うんですけど、まあ、狙ってたら普通にうまいっすね今の、さすがに。タイミングもワンチャン狙ってそうなタイミングでもあったですね。さあ勇気まで打って、いやマジであるんだよな、全然あるんだよな。もう一回来るっすねこれ、ここで来んのか、いや来んのかい。うわーハンターでイモられるとやばい。やばい、待って下手、待って下手、うわマジで、あ終わった。うわーこれーこれは勝たにはいけんかった気もするけどなー。あーまあ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 、まあ、絶対なんかさっきまでの相手より勝ちやすい相手ではあったと思うんですけど、いやーなんか勝てなかったですね。さあちょっと勝つぞ。いやさっきのはなー、どうなんだろうな、自分からもっと最後イケイケで行くべきなのか。あの被ったのがやっぱ痛いっすね。相手も多分被せてきてるんで、バルーンを端前ランバーで出さない選択肢を俺がするべきでしたね多分。端前ランバーまでは良くて、そっからバルーンを出さないっすね。大砲いきます。ファイボか、あーでも一発入るこれで。なんだろ、あれ相手コーストがね、もう一発入らんかさすがに。いや入った、なんで、いやめっちゃラッキーラッキーガチでラッキー。さあで相手毎回なんかホグの後ろになんかあれっすよね、いたっすよね、イチゴスが。なんでまあコウモリ、あ次はコウモリでもいいか。いいねいいねいいね。このダメージ入るとガチで杖やばくないですか。だって今のバルーンポーン、雪弾ポーンで間だ残り1000。まあ、このデッキ上はもう削れないんですけど、普通のデッキだったらもうディガーとかなんかスプレでね削れるんで、サイダーも必死ですよね守るのに。よいしょ、まあ僕はしっかり後ろから気楽にと。で逆サイ来たらまあいい感じに守ってあげましょうや。うん、スピーケーカーしたけど来ないっすね。で右サイドは最後強できると、あできるだけやっぱこのコウモリ好きだとアイゴレつけられるとか、まあなんだろうアイスピ添えられるとかでやっぱきつくなるんで、できるだけあれが欲しいっすよね。あれが欲しいというかランバー防衛で使いたいっすよね。ランバー防衛で使うとあの線がね遠いんすよガチで。そうなんですよ、これでもね相手攻めてるからコストそんなないと思うんですよ僕の中で。そう、いやーこれ回復してほしかったな。あーバガーもやっぱ入れたくないですね。で防衛ファイブ使ってますね。まあこっからもう一回いきます。ヒースピ添えて、なんだこのルート強制が決まってく勇気。うわー守ってみますね、耐えます。左にホグ相手は絶対出したい。マン。もう一回一応、これが本物のルート強制や言うて。ああ、絶対。釣れないないの、釣れないの。でかい。はい、決まった。いや、これ、覚えておくといいですね。このバルーン出した、一個低めに出した、なんかこのね、高めのこの横に出すとルート強制失敗するんですよ。ごめんなさい真似してみてください。はい、というわけで今日は超高級なルームをやったんですけど、まあこれもおもろいので皆さんぜひねやってみてください。ゆうからばチャンネル、高評価もよろしくお願いします。では
お疲れさんでした。